ジョーン・サザーランド、ジョーン・サザーランド、ジョーン・サザーランド、1926年11月7日から2010年10月10日は、オーストラリア・シドニー郊外出身のソプラノ歌手。なお、生の発音は、最初の差にイントネーションを置いた、サザーランドが適切であるが、ここでは日本で寛用となった表記に従う。本名は、ジョーン・アルストン、サザーランド、ジョーン・アルストン・サザーランド。 ソプラノ歌手の母と服の仕立て職人の父のもとに生まれる。母親の影響でメゾソプラノとして歌のレッスンを始める。秘書学校を出て事務職に就く傍ら、シドニー音楽院に学び、教師からドラマティックソプラノの才能を見出される。1947年にコンサート形式によるディドとエネアスで歌手デビューする。 1950年に奨学金を得て、ロンドンの王立音楽大学でクリーブカレーに支持し、1952年にマテキの第一の次女役で、ロイヤルオペラハウスでのデビューを飾る。しばらくはマテキやマダンのいてのアガーテ役など、ドイツ系のドラマティックな役柄をこなしていたが、同じ王立音楽大学出身の指揮者、リチャード・ボーニングが彼女の歌手としての運命を得ることとなる。 リチャード・ボーニングは、当時の指揮者の主流とは、独自に、ベルカント・オペラの研究や、その再現に意欲を燃やしていた指揮者であった。ボーニングは、サザーランドの歌を聴いたときに、彼女が、単なるドラマティック・ソプラノではなく、ベルカント・ソプラノとしての素質を持っていることを見抜き、ベルカント歌手へ転向するように、彼女を説得し、彼女もそれに応じた。二人は1954年に結婚した。 その後、サザーランドは夫ボニングの助けを受けて、ベルカント歌手としての道を歩み始める。最初に、彼女が世間の注目を受けたのは1959年である。彼女は、コベントガーデンで、ドニゼッティのオペラ、ランメルモールのルチアのタイトロロールを歌い、指揮はトリオセラフィン、驚異的な大成功を収めた。その理由は、マリア・カラスとは異なり、 高音域から低音域まで力強く、勝村のない美しい声で困難な装飾歌唱を、軽々と歌い切ったことにある。それゆえに彼女は、里の先人になぞらえて、ネリー・メルバの再来と歌われることとなる。そしてこの大成功を機に、1961年には、メトロポリタン歌劇場、ミラノスカラザでも、ルチアを歌い、これを皮切りにベルカントオペラ復活に自信を持つことになる。 ルチアでの成功を機に、サザーランドは夫・ボニングともにオペラハウスのレパートリーから外されていたベルカント・オペラの復活上演に力を注ぐこととなる。1962年には、ロッシーニのセミラーミでのタイトルロールを歌い、この曲を疎遠することに成功し、アルサーチェ役はジュリエッタ・シミオナーと、四季はガブリエレ・サンティに、1969年には、 マリリン・ホーンとの共演により、同作品をレパートリーに定着させることにも成功する。絶頂期における彼女は3点歩、いい音に至る音域を有し、かつ、高音域から低音域まで無ラなくフォルムを崩すことのない強靭な声を駆使し、マリリン・ホーンやオット・ボニングットトリオを組んで、ベッディーニの新京都や無遊病の女などのレパートリーの復活上演を、 立て続けに成功をさせていった。このことから、イタリアでは、ラステュペンダ、エルエストペンダ、とてつもない声を持つと称賛されることとなる。そして、彼女によって、キング・オブ・ハイシーことルチャーノパ・パバロッティが見出されることになる。しかし、彼女の装飾歌唱のテクニックや、声量も、1970年代後半から次第に、陰りを見せるようになる。その代わりに、 演技力を磨くことでその衰えを補っていたが、それでも1980年代までは3に、D までは難なく維持していた。1992年に正式にオペラからの引退を発表する。引退記念をオペラは1990年のシドニーオペラハウスでのユグノー京都への出演であるが、同年のロイヤルオペラハウスで行われたニューイヤーズオペラにルチアーノ・パバロッティや、 マリリン・ホーンと共にコウモリにゲスト出演し、夫のリチャード・ボニングがオーケストラ式大喝祭を受けた。終演後には功績を称えるスピーチと記念品の招待校を送られ、引退の挨拶をした。引退後はスイスモントルーの自宅で暮らす。2008年にガーデニングの際に転倒して、両足を骨折してからは体調を崩し、療養生活を余儀なくされるが、 病床でも熱心に更新の指導に当たった2009年には骨折から回復しエリザベス女王が訓意を持つ者をバッキンガム宮殿に招いたイベントに参加した。2010年10月10日自宅で心肺不全のため死去した。ベルカントオペラ復活に関する彼女の多大なる功績にもかかわらずサザーランドの評価は日本においては高いものとは言えなかった。 1975年にメトロポリタン歌劇場来日公演で椿姫のビオレッタ役を歌ったのがサザーランドの日本における初公演だったがそれ以前の日本人のオペラ評論家はレコードや海外公演などで1960年代の彼女の演奏を聴いて白痴美的というレッテルを貼っていたしかし初来日公演を聴いた日本人オペラ評論家は声の衰えを上げつらうという およそ健全とは言い難い批評をしていた。実際、サザエランドの絶頂期だった1960年代から1970年代前半までは、発声の美しさや、歌唱のフォルムを重視するあまり、歌唱のアーティキュレーションを犠牲にした面があったのは、事実であり、日本以外でもしばしば批判の的にされていた。それが、イタリア語、フランス語の歌詞として聞こえないという批判となっていた。 この欠点が修正されたのは、歌手としての衰退期に当たっていたが、そのような背景を無視した批判がなされていた。もしもサザーランドに対する評価が高かったならば、日本におけるベルカントオペラの展開もそれだけ早まったであろうとも、考えられる。第10回アるかも国際オペラコンクール、2007年9月24日から30日の審査委員長に決まった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。